前回の龍が如く7。あら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 、めっちゃ見られてるね。あらららら、向こうからおいでなすったかい。私さん、確かにね。ああ、どっかに金に汚くてすぐ裏切るような気合の入ってない龍マンがいりゃいいんだがな。そんなね、偶然出会うわけが。私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう？ニハオ、いらっしゃいませ。ニハオ、いらっしゃいませ。ニハオ、いらっしゃいませ。なるほど。こりゃなかなかこりゃなかなか。おお、いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。反転工事にこんな店があったとはな。なことより手は。どうも。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。おお、よろしくな。ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだね。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。VIP席から指名受けてそっちに着いたわよ。はいや。VIP席？天才かよ。ほら、奥にある部屋。あの子、中華系なんて言ってたけど、本当はただの日本人なんでしょ？え、いや、あの子は中華系だったはずだぜ。そんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。あら、え？じゃあ、なんで採用されたんだ？多分、VIP ルーム係ってことで採用されたのよ。VIP ルーム係？ビップルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とかヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いから、みんなあの部屋には行きたくないのよ。例えばリューマンの連中とか。ぶっ込むな。そう、連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。あらあらあら、ハゲ？もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か？そうそう、絶対ヤバいやつだよあいつ。誰も女の子がつきたがらないから、退入で入ったサエコって子が手がわれたわけ。なるほどね。はあ、かわいそうに。じゃあサエコは今あいつと。いい加減にしてよこの変態。店長からはお前を好きにしていいって言われてんだ。さっちゃん、大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんだろ。変態じゃねえか。そりゃ変態だわ。変態だな。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。それはいいんだ。その価値観も独特だわ。お前ら、なんでここに？なんでって？あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだね。ちげえよ、あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があって、ハンピン・リューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ、リューマンはその辺のチンピラとはわけが違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。高い忠誠心と固い結束力だろ。知ってるぜ。でも本当にそうなのか、あんたでもう一回試させてもらおうと思ってね。何？やんのか？ここで素直に教えてくれりゃやらねえよ。でも言わねえなら話は別だ。そっか、仕方ねえ。じゃ、いっちょまた。
ここでやるか。待て、お前の実力は分かっただろ。でもな、そんなことチクっちまったら最後俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。逆だ、おめえの場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。は？喋んなきゃおめえがホームレスから金を巻き上げてたこと組織の上の人間に俺が聞く。おそしたら声優界の時と同じ手口を使うな。俺を脅そってるか。脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ脅しだな。くそ、バカなことをしちまったもんだ。まったくだ。あ、ホームレス相手にせこいしのぎこいてたこと反省してんのか。でもちょっと遅かったんじゃねえの。ちげえよ、あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。ほう、こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。おいお前ら、こいつら俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。八つ咲きにして横浜港に捨てちまえ。よし、実力分かってるのによう喧嘩買ってきたな。やってやるぜ、ハンピンリューマン。テイ、行くぞ。ダメ、次よし、じゃあ行こうか。右から行こうか。見せてやるよ。いいぜ、よいしょ、よいしょ。どうだどうだ、おい来た、行くぜ、よいしょ。じゃあ今度私の番ね。よし、行っちゃって、行っちゃって、よいしょ。ダメ、ナイス、おいしい。お、クオリティスターで身構えていいね。なんかやる気だろ、なんかやる気か。じゃあなんかないかな。いや、ちょっと申し訳ない。行くぜって。いあぶあ、構え解除した。よし、やんぞ。よし、行くぜ。バスターしました。せーの、ドン。よいしょ、よし。じゃあ、ボクササイズブローでいくか。化粧直して何だ、こう、あ、守備力を上げる。いいね、あるか。いくぜ。えへへへ、あう、やだ、うわ、結構食らう。よいしょ、あとちょっとなんだよな、あとちょっとなんだよな。俺の番だな。はいはい、これさせてもらいます。よいしょ、よっしゃ、一つ上の男。またいい女に。くたばんのはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。くせ、誰がてめえなんかに。じゃ、チクるしかねえんだけど。待て、言えば絶対にチクらねえって約束できるのか。ああ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよな。おめえを信用しろって、そいつはちょっとめんどくせえやつだな。よし、じゃあチクり開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピンリューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった、喋る喋るってよ。お前らの聞きたいことは何だ。マブチだ、マブチ。ソープランドの店長？なんでマブチさんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接真淵に聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人は真淵さんなのか。私電話で聞いたのよ、手下がラオマーって呼んでいるの。確かに真淵さんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え、おい、て、おめえだってラオマーって呼ぶんじゃねえのか。いや、俺は呼ばねえ。だって俺
中国語は喋れねえんだ。はあ。あんた、リューマンなんじゃねえのか。バカ。ハンピン・リューマンが結成されたのは、俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語を喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は、生まれも育ちも日本だ。だから、その世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんて、ニーハオとシェイシェイくらいのもんだ。もっと勉強しろ。国籍だけの中国人ってことか。ああ。でも国籍があればまだマシの方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。リューマンには字が読めねえやつもたくさんいるんだ。どっかで聞いたような話ですね。人前にヤクザみたいなもんか。組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。マブチってのはどんなやつなんだ。マブチさんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ。死ぬほど勉強して一流の大学出て、中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから、側近の部下も頭が切れる人間しかつけねえ。俺なんかマブチさんと口も聞いたことねえよ。じゃあマブチの居所は。知らねえよ。電話番号は。だから知らねえって。知るわけねえ。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。嘘じゃねえよ。本当に知らねえんだ。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して口は最悪だな。確かに。わざわざこんな店に潜入までして無駄足もいいとこだったが。たく、お前も散々痛めつけといてひでえ言いようだね。だっておめえリューマンの癖してマブチのこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえなこりゃ。まあいい、もう行っていいぞ。お前ら。あ、なんだ。どうせいつか俺のことチクるんだろ。は？どうやらお前なんか勘違いしてんな。何を。俺らの知り合いが死んで、それにマブチってやつが絡んでると俺らは思ってる。だからマブチの情報をどうしても聞きたくてお前に手荒な真似をしちまった。でお前は被害者面してるけど、元はといやお前がやった悪さが原因だろ。まあでもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。信用しろってさ。チクらねえって嘘じゃねえ。これ以上何も知らねえようだし、もう用はねえからとっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはねえ。あれ、え、他に何か知ってんのか。隠してたのか。俺の知ってることといえば、そうだな、マブシさんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いシノギがハンピン貿易公使だ。ハンピン貿易公使。まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだってマブチさんの会社から仕入れてる店がある。マブチは中華街が嫌いなんじゃねえのか。そりゃマブチさんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街の奴らは誰もマブチさんの会社を相手にしなかった。だけどハンピン貿易公使の輸入する品物はどれも一流品、しかも卸値が破格に安い。世の中ずっと不景気だ。となると中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついにはマブチさんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。今やマブチさんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほどだ。あら、なるほど。それがマブチの一番太いしのぎか。ってことはそのハンピン貿易公使にマブチは顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。
昔俺がバイトしてた時は一度も見かけなかったが。バイト？浜北公園の奥に半品貿易公使の倉庫兼事務所があんだよ。そこで中国から船で運ばれてきた商品を倉庫に入れる荷卸しのバイトをしてたんだ。1ヶ月くらいやってたが、まぶしさんは一度も見たことねえよ。1ヶ月くらいじゃな。1ヶ月って短っ。こいつ根性なさそうだもんな。バーカ、荷卸しはとんでもなくしんどい仕事なんだぞ。よし、俺たちもやってみねえか、半品貿易公使のバイト。いやでも、やったところでよ、真淵に会えるかは分からねえんだぞ。とはいえ、今繋がる線はそれしかねえ。そうさ、直接会えなくったって真淵に繋がる何かが見つかるかもしれねえだろう。それに乙姫ランドが潰れてみんな無収入なんだし。待てよ、倉庫のバイトの多くがリューマンの若い奴らだ。お前らみたいな日本人が行ったところで怪しまれるだけだ。宿っちゃくれねえぞ。だろうな。なるほど、じゃあまたあの人に頼むしかねえな。だな、ハロワの神戸さんに相談するか。あの人ならうまいこと倉庫作業ぐらい斡旋してくれるかもしれん。ちょっとは給料も手に入るだろうし。お給料もらいながら情報も手に入る、悪くないわね。荷下ろしは女には絶対に無理だ。そんな甘い仕事じゃねえ。バカにしないでよ、キャバ嬢は重労働なんだから。じゃあ決まりだな、明日の朝一にハロワに行って都合してもらおう。よし、そんじゃ今日のとこは引き上げるか。あのよ。なんだ、またなんかあんのか。俺がホームレスから金を取り上げてたこと、本当にまぶしさんに言わねえでいてくれんのか。マジで怖えんだよ、まぶしさんは。何度も言わせんなよ、大丈夫だ。でもあんたもなんで急に半品貿易公使の話をしてくれたんだ。本当に内緒にしてくれんなら仮になっちまうからな。だからよ。仮だなんてよ、やめてくれよ。信用してくれたんだね、ありがとうよ。あ、それとよ、今度から女の子の嫌がることはすんじゃねえぞ。ああ、今度からはキスとかお触りだけにしとく。それならいいんだろ。一番、やっぱここでやっちまおうよ。いや、飲むだけにします。おとなしく飲むだけに。さて、帰るとするか。ね、ああ、そう簡単には返してくれそうにないわよ。さすがに目立ちすぎたか。あら、あらららら。おい、なんとかこう抜け出すぞ。ロマン通りあたりまで逃げりゃこいつらも下手に暴れられねえ。わかった。よし、行くぞ。よし、ロマン通り、ロマン通りってどこ。ロマン通り、ここか。ここまで行くの。あ、ここまでね。 OK、 行くぞ。走り抜けろ。でー、うい、待ってる。待ってらっしゃる。およ、さっぱりだ。よし、もうちょっとだぞ。あー、危ない。車が来る、車が来る。よしよしよし、ここまで来ればあとはもう走り抜けるだけだな。ここまで来れば安全だな。じゃあ俺らは自分の部屋に帰るからよ。明日の朝ハローワークの前で待ち合わせしよう。おい、部屋に戻ったら3人で一杯やろうぜ。足立さん、すっかり自分の部屋みてえだな。なんかいいわね。え？何が？あんたたち3人を見てると仲間って感じ。そうか？
実は3人ともそんなに古い仲じゃねえんだけどな。まあ男ってこういうもんよ。よし帰ろうぜ。サイコも夜道は気をつけてな。大丈夫だよ、あいつなら襲われても追い返すぜきっと。まあね、襲ってくる奴がかわいそうって話。間違いねえ。じゃあな。あのよ。あれ？忘れ物？なんか私預かったっけ？そうじゃなくて、あの、うちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え？そんな部屋でもよけりゃ来ねえか？いいの？おお、その代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか言うなよ。あんた優しいんだね。ん？なんでもない、ありがとう。これは惚れましたわ。ここって、まあそういう場所ってことだ。文句言うなよ。俺たちはブリーチジャパンからここを守るために2階を間借りしてんだ。ブリーチジャパンとかいたな。そういえば知らなかった、偉人町にこんな場所があるなんて。おお、ついに女を連れ込むようになったか。誰の女だい？ちげえよ、そんなんじゃねえ。そうよ、違うよ、おばちゃん。おや、そうかい。ん？私はね、こいつらにかけたので、私も命を預けようって決めたの。そういう関係なんだよね。さっちゃん大丈夫か、そんなこと言って。いい女に言わせたんだから、あんたたち後悔させないでよね。もちろん全力で頑張らせてもらうぜ。